日本語能力試験、懲戒 N1 これから N1 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。<例>女の人が 新しい製品の企画書について、男の人と話しています。女の人はこの後、何をしなければなりませんか課長、明日の会議の企画書、見ていただけたでしょうかうん。わかりやすく出来上がってるね。<laughs> ありがとうございます。ただ、実は製品の説明がちょっと弱いかなって気になってるんですが。うーん、そうだね。 でもまあこの部分はいいかなでえー、っとこの11ページのグラフこれずいぶん前のだねあすみませんじゃあそのグラフは変えてあそれから会議室のパソコンやマイクの準備はできてるあそちらは大丈夫です女の人はこのあと 何をしなければなりませんか最も良いものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。 1>, 1番洋服の店で店長と女の店員が話しています。女の店員はまず何をしますか？森さん僕これからちょっと出かけないといけないんだ。その間店の方よろしくね。はい。今お客さん少ないから、接客の方は斉藤さんに任せて、森さんは売れた分、商品を倉庫から持ってきて売り場に並べてわかりました。 あ、その前に桜店に送ることになっている商品をいつものように送っといてくれるはい、それならさっきしておきました。ああ、ありがとう。あと、手が空いたら、ダイレクトメールの発送の準備もよろしくね。はい、今度のバーゲンのですね。あ、それで思い出しました。バーゲンの時に店で使う飾りは、まだ作らなくていいですかうん、それも急いで進めないとまずいんだ。 僕が戻ってきてから指示するから、すぐ取り掛かろう。じゃあ、行ってくるよ。わかりました。女の店員は、まず何をしますか 2>, 2番、大学の就職支援センターで、男の学生と職員が話しています。男の学生は、この後まず何をしますかすみません、インターンシップに参加したいんですけど。そうですか。インターンシップのイメージをつかんでもらうために、申し込む前に先輩たちの体験談のビデオを見ることをお勧めしているんですけど。はい、それは一通り。 それで、川本貿易という会社に申し込みたいんですが。はい。あの、指導教員の推薦状とかって必要なんですかはい。実際の業務をするんで、保険にも加入する必要があります。そうですか。あと、グローバル経営という科目はもう取りましたかこの科目の成績が良くないと申し込めないんですよ。成績が優か良であることが申し込みの条件になってます。 ああ、その科目、去年単位は取得していて、確か寮だったと思うんですが、どうだったかな。うちに帰ればわかるんですけど。じゃあ、それを確かめることからですね。申し込みの締め切り自体はまだ先なんで、書類や具体的な手続きといったことはそれからで。はい、ありがとうございました。男の学生は、この後まず、

課長、海山産業の社員旅行の見積もりを作成したので、ちょっと目を通していただけないでしょうか。いいよ。うーん、見積もりの合計金額は、まあ、妥当な線かな。これで良さそうだね。でも、金額の提示が大雑把っていうか、情報不足というか、わかりにくいね。と、おっしゃいますと何にいくらかかるかというところをもう少し細かく書かないと、先方も検討のしようがないんじゃないはい。 それから、バスは2台ってなってるけど、確保できてる見積もりを出す以上は、当日移動手段がなかったなんてわけにはいかないからね。バス会社の方からは可能との報告を受けております。そう。仮予約取れてるなら安心だね。あ、見積もりの有効期限抜けてるよ。あ、すみません。最終的に部長の決済をいただいてからと思っていましたが。そうか。じゃあ、差し当たり。 さっきの点だけ直しといて女の人はこのあとまず何をしなければなりませんか ?4 番。 会社で女の人と男の人が話しています男の人はまず何をしなければなりませんか林さん企画書確認したよ明日大山商事の中田部長との打ち合わせで使うやつ直してほしいところをメモしておいたから修正してくれるあの今来週の出張のための資料を作ってるんですけどその後でも大丈夫ですか あと1時間ほどで終わる見込みなんですけど今10時か30分ぐらいで済むと思うから先にお願いできる私1時間後に出ちゃうからその前に最終チェックしておきたいんだはいあと打ち合わせの後に予定している中田部長との会食の場所なんだけどいつもの焼肉屋予約しちゃったよねはいそっか申し訳ないんだけど予約のキャンセルをお願いできる 実は中田部長、最近健康を気にして油っぽいものは控えてるんだってさっき電話でそんな話聞いてそうですか修正が終わったらでいいからわかりましたあお店探すのは他の人に頼むから林さんはとりあえずキャンセルをよろしく男の人はまず何をしなければなりませんか 5番飲食店の男の経営者と経営の専門家が話しています男の経営者はこの後アルバイトの人に対して新たに何をしますか短期間でででアルバイトをを辞めてしまう人がが多いいんんんすすなとか定着を図りたいんですがそうですね仕事になれない人間関係が築けないということで辞めてしまうことが多いようですよ。 ですから職場の環境に早く馴染めるよう新しい人が入ったら期間を設けて研修することが大切ですはい今研修期間は3日間ですが時間が十分ではありません期間を長くした方がいいでしょうかそれは個々の状況に合わせるのがいいので無理にはそれよりどんな店にしていきたいかなど経営に対する 経営者の根本的な考えについて話す時間を設けることが必要ですよそうですかそうすることで共通理解ができて連帯感も生まれますからなるほど研修の時間は限られますがその中でうまく時間をやりくりしたいと思いますあとやっぱり時給も影響がありますよね時給が高いに越したことはないですが必ずしもそれが仕事を辞める原因となるわけではないんですよ あとは、仕事の作業項目ごとに習熟度を定期的に評価して、アルバイトの人自身が成長を実感できるようにすると、モチベーションが上がっていいですよ。はい、それは以前から取り組んでいます。では、アドバイスいただいた点、早速やってみます。男の経営者は、この後、アルバイトの人に対して、 新たに何をしますか6番市役所で男の職員と女の職員が市の広報誌について話しています。 どのように改善しますか先日行った市の広報誌に関するアンケート結果が出たから次の号から反映できることは反映して紙面を改善しようと思うんだはい当初欄を設けてほしいっていう要望が多かったから早急に対応したいんだけどいつから始められるかなえーと次の号の紙面はすでに割り振ってしまったので市からのお知らせを掲載する欄で 投資を募るとしてその次からなら投手欄を設けることができますじゃあそれでよろしくそれから政策を紹介する記事が分かりにくいという意見も多かったんだそうですか昨年からイベント情報の記事を増やしたので製作関連の記事に避ける紙面の割合がやや少なくなっていますそのせいでしょうか分量というよりグラフやイラストなど視覚的な説明がなくて分かりにくいってことなんだよ イベント情報は一番よく読まれてるって結果だったからイベント情報を増やしたことはいいと思うそれはそのままでそれよりその分かりにくいってとこを見直してはい次の方からやってみますうんあと子育て関連の記事は参考になっていいってことだからこれまで通り取り上げていこうはい 女の職員は次の号の広報紙をどのように改善しますか問題2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後 問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。例大学で 男の学生と女の学生が話しています。この男の学生は先生がどうして怒ったと言っていますか はああ先生を怒らせちゃったみたいなんだよね困ったなあえどうしたのうんいやそれがね先生に頼まれた資料昨日までに渡さなくちゃいけなかったんだけどいろいろあって渡せなくてえそれで怒られちゃったのうんいやそれで怒られたっていうより一昨日授業の後飲み会があってねでついそれを持ってっちゃったんだけど 飲みすぎて寝ちゃって忘れてきちゃったんだよねえじゃあなくしちゃったわけいや出てはきたんだけどねうん先生がなんでそんな大事な資料を飲み会なんかに持っていくんだってまあそりゃそうよねこの男の学生は先生がどうして怒ったと言っていますか 最も良いものは3番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから答えはこのように書きます。では始めます。1番テレビでレポーターが 当時期の職人にインタビューをしています。職人は、この地域で作られる鍋が特に人気なのは、どうしてだと言っていますか 今日は陶磁器の鍋を作っている職人の青木さんにお話を伺います。土を焼いて作る陶磁器の鍋は、金属製の鍋に比べて料理が冷めにくいなど、今見直されていますが、この地域で作られる鍋は昔から人気だそうですね。ええ。ご存知のように陶磁器の鍋の弱点は割れやすいことです。もともとこの地域で取れる土は強度が弱く、鍋には向いてないんですが、 試行錯誤の末、海外から輸入した石を材料に加えることで、非常に強度の高い鍋を作り出すことに成功したんです。なるほど。親子三代、長く使えるとご愛顧いただいてます。ただ、ここ最近は海外からの製品に押され気味で、安くて見た目が華やかな製品っていうのは、やはり人気ですからね。ええ。競争力をつけるためにも、 今後は揚げ物や蒸し焼きといったいろいろな調理に使えるよう、機能性を高めるなど、より一層の工夫が必要だと考えています。職人は、この地域で作られる鍋が特に人気なのはどうしてだと言っていますか 2>, 2番。喫茶店で男の人と女の人が話しています。男の人は新しい部署の人材募集に応募するにあたり何が心配だと言っていますか 今度うちの会社商品開発の新しい部署の立ち上げで他の部署から広く人材を募集することになったんだへえ<ー>。いつか開発の仕事やってみたいって思ってたから応募してみようと思っていいじゃない頑張ってうん上司にも相談したら思い切って受けてみろって背中押されたよあー心配なんだよな開発の仕事は人気ありそうだから競争率高いだろうね そういうんじゃなくて僕は開発の仕事の経験もないしすごい自信があるわけでもないから落ちたとしてもまあ仕方ないというかそんなに気にはしないんだけど落ちた時今の部署でこれまでと同じように過ごせるかなってだって新しい部署を希望するってことは今の部署に不満があるって捉えられる可能性があるだろう僕が応募したことを気づく人いるかもしれないからうーんでもそれ ちょっと考えすぎじゃない男の人は新しい部署の人材募集に応募するにあたり何が心配だと言っていますか 3番テレビでアナウンサーが男の人に小学生の時の不登校の経験についてインタビューしています。男の人が学校に行けるようになったきっかけは何ですか 年夏休みの後で学校に行けずにそのまま不登校になってしまう児童が増えています今日は小学校教師の佐藤先生にお話を伺います実は先生ご自身が小学生の時不登校であったとはい5年生の時夏休みが残り1週間なのに宿題が全然終わってなくて焦ったものの急にやる気が失せて学校に行く気力がなくなってしまったんです 親は学校に原因があるんじゃないかって転校させようとしたんですが別にそういうことじゃないわけで無気力みたいなものですかええ友達もうちに迎えに来てくれましたし先生も熱心な方で何度も話をしに来てくれました今でも感謝の気持ちでいっぱいです登校には至りませんでしたけどねそうですかそんな時市の児童支援センターで小学生の頃不登校だった大学生と出会って 自分の気持ちを打ち明けたら理解してもらえてなんだか楽になって6年生から戻ることができました先生はご自身のそういった体験を教育に生かそうとええ学校や地域で不登校の子どもたちの相談に乗っています男の人が学校に行けるようになったきっかけは何ですか 4番大学工学部のロボット学概論の授業で先生が話しています。今日、この後の講義のテーマは何ですか 新入生の皆さん、今日はロボット学概論の初回の講義です。えー、世界初の産業用ロボットが誕生し、半世紀が経ちますが、現在では医療、福祉など、さまざまな分野で活用されています。今学期の講義は、主にロボット開発の歴史と展望についてです。講義は次回から本題に入り、ロボットの定義づけからやりますが、その前に、 この初回講義では導入としてロボットの社会的使命について考えますえー、ロボット工学を専攻する人は機械工学情報処理の知識や技能と勉強することが山ほどありますこの講義はそれらの基盤ともなりますのでしっかりやりましょう今日この後の講義のテーマは何ですか 5番ラジオで専門家がある遺跡について話しています。専門家はこの遺跡の発見でどんなことが最も重要だと言っていますか 昨年発見された緑山遺跡は、5000年ほど前の古代集落です。建物や道の跡が発掘され、その規模は過去に発見された同時期の集落よりもずっと大きく、国内最大級の大川田遺跡に次ぐものです。えー、狩猟の道具や土器も見つかり、道具を作る高度な技術が伺えます。そして、出土した植物の種の DNA 分析から、 この時代にある程度の規模で農作物の栽培が行われていたことが分かりましたこれまでは5000年前というと野生の木の実や草を採集して食べていたと考えられていましたからこれは今までの常識を覆す大発見と言えます専門家はこの遺跡の発見で どんなことが最も重要だと言っていますか六番市役所で職員と都市開発の専門家が開発案を見ながら話していますこの案の中で専門家は

中央地区の再開発案見ていただけましたでしょうか今日は率直なご意見ご助言を賜りたいとええ拝見しました十分検討された案だと思いますが一つ通学路の安全性についてですが歩道の幅を広げるといったことだけでなくもっと道路の見通しを良くするよう例えば一部電柱を撤去するとかですね若干検討の余地があるかとああはい 全体的にはこの案はよく練られていてあの歩道の街灯を増やすという案も防犯面の問題点が見直されていて十分に検討がなされていると思いますし、えー、それから住民の交流の場となる施設の新設というのが計画に盛り込まれていますがあはい。これは災害時の避難場所としての役割も果たすということで。 正直、これまでそうした施設がなかったことには若干驚きましたが、ぜひともこの機に設置すべきですね。まあ、見直した方がいい点は先ほど申し上げたことぐらいですかね。はい。その点につきましては再検討したいと思います。この案の中で、専門家は何について見直した方がいいと言っていますか 7番大学で男の学生と女の学生が選挙について話しています。男の学生は投票率が前回より下がったのはどうしてだと言っていますか 先週の知事選挙現職の知事が辛くも再選だったね投票行ったうん行ったよ僕も行ったけど今回の選挙は前回と比べて随分投票率下がったみたいだね別に政治に関心がない人が多いってわけじゃないと思うんだけど今回は候補者3人の訴えがどれも似たり寄ったりであれじゃ誰がやっても同じってみんな諦めたんだよ選挙前は現職知事の支持率低迷してたわけだし 新人候補にはチャンスだったのにね今回は選挙の時期も悪かったよね投票が年末なんてみんな忙しいのにニュースでも年末じゃなければもっと投票率高かったはずだって言ってたけど確か前回の選挙だって年末だったよそっかじゃあそういう問題じゃなさそうだね男の学生は。 投票率が前回より下がったのはどうしてだと言っていますか問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は 全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。 例<レ>女の人が男の人に映画の感想を聞いていますこの間話ししてたた映画見に行ったんでしょどうだったうんすごく豪華だった衣装だけじゃなくて景色も全て画面の隅々までとにかく綺麗だったよでもストーリーがなあ主人公の気持ちになって一緒にドキドキして見られたらもっと良かったんだけど。 ちょっと単調でそこまでじゃなかったな。娯楽映画としては十分楽しめると思うけどね。男の人は、映画についてどう思っていますか一、<1 S 2> 映像も美しく、話も面白い。二、<2 S 2> 映像は美しいが、話は単調だ。 三、映像も良くないし、話も単調だ。四、映像は良くないが、話は面白い。最も良いものは2番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。 では始めます一番衣服の専門学校の授業で先生が話しています皆さんは服装を決めるとき天気や出かける場所だけではなく気分で服装を選ぶこともあると思いますまた反対に身につけた服装や小物により 一日を気分よく過ごせることもあるでしょう。実際に高齢者が装いに変化をつけ、ファッションに気を配ることで気持ちが前向きになったという研究結果があります。また、怪我が原因で入院し、リハビリ治療が必要な患者が治療の一環として普段とは異なる華やかな服装にしたところ、心に張りが生まれ、リハビリ意欲が増したという報告もあります。このようなことが、 今注目されています。先生の話のテーマは何ですか。一。服装を選ぶ際の判断基準。二。おしゃれをすることが心理状態にもたらす効果。三。 高齢者のおしゃれに対する関心の高さ。4。リハビリを行いやすい服装。2>, 2番。テレビで女の人が話しています。最近は、 珍しい外来種の動物や虫などを飼う人も多いようです。外来種とは、もともと生きていた地域から異なる地域へ、人の移動に伴って運ばれてきた生き物のことを言います。このような外来種のペットを最後まで世話をしきれずに、安易に捨てる人が増えています。それらが野生化して繁殖した結果、日本固有の生き物と餌場や住む場所をめぐって争ったり、 それまでになかった病気が広がり、生態系に深刻な影響をもたらしたりしているんです。生き物は責任を持って飼い、日本固有の生き物や日本の生態系を守っていきたいものです。女の人は何について話していますか ?1。外来種を飼う人が増えている理由。 2、外来種が繁殖しやすい地域3、外来種がもたらした病気の種類4、外来種のペットが野生化したことによる問題 3番テレビで博物館の人が話しています歴史博物館の館内改装に際し力を注いだのは当館のメインとなっている100年前の街並みを紹介するフロアです当時の街並みを成功に再現した模型は階層以前から展示しておりましたがこの模型にスポットライトを用いて通りや建物 人物などを際立たせるという演出を試みましたさらに本物らしさを追求して色や明るさ、照らす角度に変化を持たせることにより昼夜の変化を描いております当時の人々の暮らしぶりに思いを馳せていただけるようにできたかと思っています博物館の人は何について話していますか 1100年前の建物の特徴 <S 2, 2 <S 模型を精巧に作る難しさ3展示物に当てる照明の工夫4昔の人々の暮らしを展示する目的 4番テレビでレポーターが話していますここ朝日町はぶどうの産地として知られています美味しいブドウと豊かな自然を求めて観光客が数多く訪れていますまたこの地は音楽家を多数輩出したことでも知られています音楽に関係の深いこの町ですが最近はぶどうの木にこの土地で作られた曲を聴かせているそうなんです そもそも農作業の合間に曲を聴いていた農家の人たちがふと成長が早まりはしないかと思いつき、以後続けているそうです。この方策の効果については、適度な振動が枝の成長を促進する可能性があるとのことです。心地よい音色は農作業の疲れも癒してくれそうですね。レポーターは何について伝えていますか ぶどうの栽培に必要な条件 2, 2観光客を増やすための方策3音楽を用いたぶどうの栽培の試み4作業の疲れを癒すのに適した音楽 5番ラジオで医者が話しています年を重ねるにつれて体の様々なところに老化の症状が現れます目も例外ではありませんレンズの役割をしている部分の弾力性が低下するとこの部分の厚みを変えることが難しくなり目のピントを調節する機能が徐々に衰えます近くのものがぼやけて見えるようになり無理して見ようとすることで目が疲れやすくなります 目の調節機能の衰えを止める方法はありませんが目の筋肉を鍛え血液の流れを良くすることで目の疲れの症状を緩和することができますまた目に負担をかけないためにも必要に応じて眼鏡をかけるなどするとよいでしょう医者は何について話していますか 目の老化現象とその対処の仕方。2, 2目が疲れた時の症状。3目の健康状態をチェックする方法。4症状にあったメガネの選び方。 6番講演会で男の人が話しています私は長年サケの生態を調査研究してきました。サケは川で生まれ、遠く離れた海で育ち、また生まれた川に帰って産卵し、その一生を終えます。川には、その川ごとの特有の匂いがあります。これまでの調査から、サケは川に帰る際、一つは、 川の匂いを頼りとしていることが明らかになっていますしかし鮭は何千キロも離れた海まで移動するため川の匂いだけを頼りにしているとは考えにくいのですまだ明らかにされていないこともありますが太陽の位置をもとに現在の位置を把握するなどいくつかのことを併用していると考えられています男の人は 主に何について話していますか 1, ?1 サケが川から海へ移動する理由にサケが生まれたところに戻る方法3サケが好む川の匂いの特徴4 サケが育つ川の環境を保護する必要性。問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて、 1>, 1から3の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょうレイああ,あ,あ今日はお客さんからの苦情が多くて仕事にならなかったよ 1> 1いい仕事できてよかったね。 2. 仕事なくて大変だったね。3. お疲れ様。ゆっくり休んで。最も良いものは3番です。回答用紙の問題4の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。 では始めます1番経理部の森田さんって仕事の傍ら大学院に行ってるんですってへえ大学のの経理を担当してるの 2> 2へえ両立してるなんてすごいね三。 へ会社辞めて大学院に行くんだ 2>, 2番リーさんリーさんのレポート結論のとこもっとスッキリできないものかなこれじゃあスッキリしすぎなんですね。2 あの、できそうにないでしょうか。三。もう一度見直して、修正します。三番。新人の伊藤君がクレーム処理一人でやったって。頼もしいね。一。 本人によく注意しておきます 2> 2新人といってもしっかりしてますよ経験が足りないので仕方ありませんよね4番「ねえ 結婚式を間近に控えた今の心境はどう ?1 いえ、結婚やめませんよ。2, 2素晴らしかったと思います。3, 3もうすでに緊張してますよ。 5番山本くん、プレゼン聞いたよやるじゃない1褒められると照れるな 2, 2何をやるの ?3, 3やっぱりまずかったか。 6番初めての会議の司会じゃあるまいし、そんなに固くならなくても。1、初めてだからってこと ?2、2> よかった、会議なくなったのか。3>, 3、何回やっても慣れないんだよ。 7番第1ビルの工事の見積書作成して前例を踏まえてね 1, 1ああ前回のも一緒に出すんですね 2, 2あの前例はないんでしょうか3はい前のを参考にします 8番、こないだ初めてサーフィンやったんだけど、もうやるもんかって思ったよ。1、1> そんなに楽しかったの 2>, 2、1>, 1回で懲りちゃった3、じゃ、またやるつもり 9番ねえさっき会議で僕が言ったこと気に触ったんじゃない 1, 1えっ別にそんなことないよ 2, 2えっ嘘だったのそんな3えっよく聞こえてたけど 10番。武田くん、頼んだ書類の整理そっちのけで何やってるの ?1。もう整理やる必要ないんですか ?2。2> あ、すみません、すぐやります。3>, 3。え、そっちでやるんでしたっけ 11番、ンさんプロジェクトがうまくいった暁には昇進だよ。プロジェクト、うまくいったんですね。2> 2おかげさまで昇進できました。3必ず成功させてみせます。 12番この雨じゃイベントに来てくれる方も少ないと思いきや完全に読みが外れましたね。1, 1嬉しい誤算でしたね。2やはり雨の影響は大きかったですね。3, 3天気予報が外れてよかったですね。 13番新年会サッカー部の山田さん来なかったら盛り上がらなかっただろうね山田さんのせいにしちゃ悪いよ山田さんが来てくれてよかったよね 3> 3山田さんも参加してたんじゃない 14番。昨日8歳の孫とアニメ見たんだけど、大人の鑑賞にも十分耐えるもんでしたよ。1, 1. そのアニメ、お孫さんには難しすぎたんですね。2. 2ずっと我慢してアニメを見ていたんですか 3. アニメはもはや子供のものとは言えないらしいですよ。 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから 質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番会社で男の人と女の人が話しています中山さん この前、マッサージのお店の話してたよね。パソコンの使いすぎなのか、肩の痛みに悩まされていて、会社から近いところ知らない定時の6時に会社を出れば間に合うところがいいんだけど、それで行った人の感想がわかってると安心できていいな。あと、できれば料金はあまり高くない方が。そうですか。会社から10分のところに、スッキリという店があります。 以前通ってましたが、料金も手頃ですし、元スポーツトレーナーが理論に基づいてやってます。腕も確かです。ただ、店は6時半までなんで、早退した方が無難かもしれません。中山さんが行ってたとこなら安心だな。それから、私の友人が通っていた、さわやか堂という店も、昔からある店でいいみたいです。凝りをほぐしてもらうとき、ちょっと痛いらしいんですが、 肩こりが治ったそうですよ。ここは9時半までで会社からは5分です。相場より若干高いそうですけど。へえ<ー>。そういえば会社から数分のところに山川クリニックって病院ありますよね。行ったことはないんでよくわかりませんが、病院は健康保険が適用されるかもしれないから治療費は安く済むんじゃないですか。私が定時で帰るときはまだやってますよ。 そうかあと会社から20分かかりますが太陽という店がありますリラックスできるとネットで評判がいいんです良心的な値段ということもあって人気みたいですよ時間は8時までですやっぱり行った人の感想は分かってる方がいいな会社から近くて定時で帰れば確実に間に合うってことを優先するか料金のことはこの際置いといてありがとう 今日行ってみるよ。男の人は、どこに行くことにしましたか。一、すっきり。二、爽やか堂。三、山川クリニック。四、太陽。 2番 2> 食品の会社で上司と社員2人が話しています3年前に発売した鶏肉の缶詰売り上げが横ばいだから何とかしたいんだ何かいい案はないかなそうですね発売直後はテレビコマーシャルのおかげで一気に人気が出ましたよねまたやってみるっていうのはどうでしょう人気の俳優やタレントを起用してそうだな みんなに知ってもらえるし、効果は絶大だろうな。ただ、うちぐらいの規模じゃ、新製品でもないのに、大々的な広告は高くついて難しいんじゃないですか有名人に出てもらうなら、なおさら。そうなんだよな。じゃあ、コンテストを開催するのはどうですかうちの鶏肉の缶詰を使った料理のレシピを、一般の方から公募して、結果をホームページとかに載せるんです。すでに味付けしてある商品ですが、 いろんな料理にもアレンジできることをアピールできますしテレビコマーシャルに比べたら経費もぐっと抑えられると思いますなるほどねそれより僕はこの際商品自体を改善するべきだと思います味付け発売当初からそのままですよね健康志向のお客様も年々増えてますし塩分量や調味料の配合を見直してみるとかどうですか今の味付けに慣れているお客様も多いと思いますけど そうだよなじゃあ味ののバリエーションを増やすすはどうですか今は一種類のみですしやってみる価値はあると思いますけどマンネリ化を防ぐためにはいいけどそれも費用がかさみそうだしなやっぱりコストは抑えて料理の幅の広さを知ってもらえる方法が良さそうだなそれで進めよう 何をすることにしましたか 1, ?1 テレビでコマーシャルを放送する二、2> 2レシピのコンテストを行う3今ある商品の味を改善する4味の種類を増やす 3番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます3番 3> ラジオでアナウンサーが 美術展について話しています。今日は、4つの美術館で現在開催されているおすすめの美術展をご紹介します。富田美術館では、17世紀から19世紀にかけて描かれたヨーロッパの風景画展が行われています。ほとんどの作品は日本初公開の貴重なものです。19世紀に最盛期を迎えるまでの風景画の変遷を見ることができます。 アーク美術館は再生アート展です。空き缶や使用済みのペットボトルなど廃棄された素材を使った作品が見る者に訴えかけてきます。秋山美術館は森山隆史回顧展です。生誕100年を記念し開催されます。生涯を通して人を描くことにこだわり続けたその足跡をたどることができます。最後はポニー美術館の体感アート展です。 展示された作品を目で見るだけでなく聞く、触れる、嗅ぐといった体験を通して楽しむことができます加藤君、次の週末一緒にどれか見に行かないうん、いいね一人の画家の描く絵がどんな風に変化していくのかって面白そうじゃない私はそれよりもヨーロッパの風景画の変遷に興味あるな日本に来るのは初めてってものも多いみたいだし めったに見られないだろうから、この機会に見ておきたいな。うーん。確かに見るチャンスなかなかないと思うんだけど、僕、景色だけっていうのはどうもね。そっか。じゃあ、それは私、会社の帰りにでも一人で行くことにするね。それ以外だったら、捨てられたものがどんな風になるかっていうのも興味あるんだけど。それ、僕もメッセージ性があって面白そうって思った。じゃあ、そこにする あそれかいろいろな感覚を使うってのもあるねそれも実際に触ったりできて楽しそうなんだけどすごく人気だって聞いたよ週末だときっと混んでるからそれは別の機会にしないそうだねじゃあ決まり週末楽しみだね質問1女の人は 一人でどの美術館に行きますか質問2二人は次の週末どの美術館に一緒に行きますか これで、懲戒試験を終わります。